まあ、歴史のあるクラブだし、まあ、自分の中でも小さい時見に来てたクラブなんで、まあ、今このピッチに立ってすごい楽しいですし、まあ、やんなきゃいけないなという思いでいます。そうですね、ここまで結構長く時間かかったので、まあ、自分自身もほっとしてますし、まあ、次につながるいいゴールだったかなと思います。まあ、自分らしくプレーすることっていうのを一番大事にしてるんで、まあ、どんな状況でも、まあ、自分らしくとにかく前向きにプレーすることを意識してます。そうですね、ここ数年やっぱ苦しかったんで、今動けるようになってきて毎日楽しいですね。まあ、一日一日大切に、まあ、準備してプレーすることを心がけてるのと、まあ、しっかり治療に専念させてくれたチームだったり、まあ、サポートしてくれた家族に感謝しながらやってます。まあ、まだ時間も浅いで、まあ、何とも言えないけど、まあ、この間ゴールお互い取れたし、まあ、徐々に形になっていくのかなというのと、まあ、コンビじゃなくてもね、単体でもやっぱりまあ、ポストだったりとか、まあ、力強いプレーできるんで、まあ、相手にとって嫌なことを、はい、やっていければいいなと思います。まあ、歴史のあるクラブだし、まあ、自分の中でも小さい時見に来てたクラブなんで、まあ、今このピッチに立ってすごい楽しいですし、まあ、やんなきゃいけないなという思いでいます。まあ、自分たちらしくしっかりプレーして、どんな時も前向きに戦っていければいいなと思います。そうですね、チームの状況を見て今どういう状況かとか、まあ、苦しい時だったらボールを収めるのがいいのか、前から追っかけるのがいいのか、引いて守った方がいいのか、ゆっくり攻めた方がいいのか、早く攻めた方がいいのかとか、まあ、そういうところは大事かなと思います。そうですね、練習応援もすごい楽しいですし、雰囲気がすごくいいんで、まあ、しっかり勝って勝ち残をできればいいなと思います。そうですね、夏休みの中大勢子どもたちが来てくれると、まあ、すごい嬉しいんで、まあ、自分たちもその夢を与えられるようなプレーをできたらいいなと思います。ゴール取りたいと思ってるんで、たくさん応援してもらえればなと思います。次節一生懸命戦ってゴール取れるように頑張るので、皆さん一緒に頑張りましょう。応援よろしくお願いします。